です。洋介です。今回はナルシムの第2弾ということで、第1弾を見たことない人はぜひ見てくださいね。予約した時に一番思ったのが、ベッド、ダブルベッドみたいなところ、日本人やったらありえん話やん。Let's get started.出会ってから1週間後にすぐ一緒に伊豆に行くことになりました。なんで行こうと思った？私はもともと行きたかったから、うん、で、なんか一人行くとはちょっとつまらないんで、うん、まあ誰か一緒に行ってもいいんじゃないかなと思って、で、なんか陽介はああいうなんかフレンドリーな感じだったし、自分で聞いたんだっけ、私は一緒に行かんって。誘われたわけじゃないと思う。行きたいみたいな言ってて、行きたい行きたいって海行きたい。そうで、伊豆に行く次の週にそのアメリカに2ヶ月間行くことになってて、うん、その行けるのがその出会った次の週末だけが時間空いてて、 だ、ね、うん、だからそこで行くしかなかったね、安く的に。でも私はもともとから行きたいと思ってた。だからちょっとスニーキーボーイね。横浜駅で2人で待ち合わせすることになりました。ギリギリで時間が、そう、めっちゃギリギリで、なんかチケットをティーナが2枚買ってくれたのに、うん、自分も自分の分を買って入って、なんか3枚買ってで1枚戻してみたいな、すげえ時間かかって、すごく陽介は自分のチケットを駅には返却したよね。本当にギリギリで電車に踊り子、うん、に乗って下田の方に向かいました。で、よしきはですね、行く前にホテルも予約してくれて、車、レンタカーとかも予約して、すごい私びっくりした。なんでこんなやってくれるのかなって思っていた、ずっといや、なんかその時は、うん、ロシア人の人って会ったこと、うん、多分ないし、うん、喋ったこともないし、他の当時は英会話教室通ってて、他の外国人の人とは普通に喋ったことあったけど、ロシアの人ってのなかったから、結構めっちゃネットで調べて。なんて書いてあった？いろいろあったな。いろいろ書いてあったな。それでなんか、え、何で調べた？だからロシア人女性性格みたいな。で、書いてあったのが、まあ、とにかくお嬢様の扱いをされるのが好きみたいな。まあ好きだね。で、なんか花束を毎回持っていく必要があるとか、1日全然持ってくる。最初の方それなりに頑張った方だ。あとね、それはまた別の動画で出そうかなって思うけど、そんなに、そう、めちゃめちゃ当時その時は本当に結構調べて時に、あ、なんかこれはなんかジェントルマンじゃないとは。あかんなと思って。そう、私めっちゃびっくりした。まず年下だし日本人だし、私ずっと日本にいるから、あんなにジェントルな人おるんだって思った。ネットのおかげですね。だと思った。びっくりした、本当に。そう、あと、そう、予約した時に一番思ったのが、ベッド結構ギリギリ3日前くらいに予約して、なんか結構下田の方も宿が空いてなくて、なんかダブルベッドみたいなところもあったし、まあなんかシングルが2つのところとかあって、あ、どうしようかなって感じで、でティーナに一応私見せたじゃん、何件かこう、ここかここか、どれがいいみたいな。で、どっち選ぶやろうなこいつって思いながら見事シングル2つ選ばれましたね。だって私もともと、なんていう、旅行の相手として行こうと思ってたもん、うん、なんかなのにこんなにジェントルにいろいろやってくるってびっくりした。いや、なんかこっちは日本人やったらありえん話やん、ありえん話やと思う。出会って1週間後にその人、女の人と旅行に1泊2日で行くってことはないと思う。ないんだよね、うん、例えばないんだよ、ないんだよ。それはないと思います。な、思う、多分みんな思ってると思う。でもなんか俺は結構その1年間、そんだろう、英会話とか行ったり、うん、
してたし、オンライン英会話もずっとやってたし、なんか結構海外に興味が、まあ、あったから、向こうの人はなんかフレンドリー、そのフレンドリーの幅の許容範囲に2人で出会って1週間後に男女で泊まりで2人の同じ部屋で旅行に行くっていうのもフレンドリーのこのうちもう許容範囲っていうかこの内枠に入っとるみたいな。本当にヨシキは4個下だから、私の弟より年下だから、それは逆に言ったら俺からもそうやからね。そう俺のお姉ちゃんよりも上やから、そうヨシキのお姉ちゃんよりも私が上だから、全然そういう関係になると思ってなかった。うん、思っててなかったな。俺そうお姉ちゃんよりも年上、まあ俺は最初はちょっとどうなるかなって感じもあったかな、普通に。けどまあ別にそこまで考えてなかったかな、普通に。うん、着いたらレンタカーを取ってナナダルっていう滝に向かいました、うん、でその後は、海に行って、その後にペンションに戻ってからバーベキューをして、そう、なんかスーパーでいろんな、そう自分たちでスーパーで食材を買ってバーベキューしてた。めっちゃ美味しかった。その後にあの海の近くのバーに2人で行きました。白浜ですね、白浜のバー。まあ陽介はちょっと1杯飲んで2杯飲んでちょっと言ってきたね、こう、うわーめっちゃ楽しい気分になった。ちょっとだけねちょっとだけ、まあ、そのバーベキューでもちょっと飲んでそう、その時の動画もあります。陽介はまだ飲もう飲もうという気分だったけど、私はもうめちゃめちゃ疲れてもう帰ろうって言って、そうそうそう、なんか門限もあったしね、そのペンションの帰り道でヨシケに告白された。僕はジエのこと好きです。あの時は正直お酒の力をねちょっと半分ほど借りて、あと、まあ、なんか日本語で言うとすげえなんか恥ずかしいなと思って。そう、確かに英語だったね。そう、英語で喋ったかな、多分喋りました。そうです、好きっていうのを言ったんですよ。で、私のリアクション覚えてる？覚えてる。なんか爆笑した、笑いながら俺がなんか冗談を言ったみたいな感じで、そこであ、これは無理だなって思った。あ、これ無理だな、今日これは今日っていうか今日じゃなくて、やばいこれ。うん。つい今カットで。カットで。じゃあこれはちょっとなんか、ああ、やっぱ俺はこのフレンドリーな友達のその許容範囲だったんだなっていう感じで。フレンドゾーンだね。そうそうそう。でもなんか俺一つ、その時不思議に思ったのは、言ったよね、多分。たと思うけど、あのバーで、知らん、違う、全然違う女の子が飲んでて、うん、反対側くらいで。なんかその子がなんか、海にいるときに、ちょっとなんか、なんだろう、すごいみたいな感じで、こう、喋、うん、った女の子がたまたままたバーにおって、うん、でその子と俺がこう、なんか、おお、またおったみたいな感じで、こう、おお、みたいな、って喋っとったら、こう、ね、そう、顔、こっちこう顔を見て、俺が喋っとった顔をこう持って、こうやって自分の方に戻したの。え、これは、何、私の方を見てよ、みたいな。そういうことなのかなって思って、で、その後に帰る途中に、あ、これはなんか、ちょっと相手もそういう感じに思いつつあるのかな、みたいな感じで言ったんですよ。そしたら、なんか爆笑されたっていう。よし。で、その日は、まあ、二人とも別々で寝ました。うん、朝起きて白浜ビーチ行って、もう一つのビーチに行きました。当時の動画もありますね。その時の気持ちは、あ、もう前の日にも分かったからあ、こういうポジションなんだな、うん、ポジションっていうか、うん、あ、なるほどなるほどって感じで、友達として普通に友のこの旅行を楽しんでいくぞっていうスタンスとっていました。記憶から消した。好きってて爆笑されたのに、何にも変わらずにそのままで続けて、もうとにかくジェントルでマナーが良くて楽しくて、めちゃめちゃ私いいなと思った。その日は半日間海で遊んで、昼ご飯食べて、また電車で東京の方に戻ってきました、うん、その時の電車の出来事はこれです。
自分でその子をやっとんのは気づいてやっとったのか、気づかずに本当に寝てこうなったのか。まあまずはやっていいかなってずっと感じて。本当に、うん、本当に。でも本当は疲れた、正直疲れてたというのもあって、うん、めちゃめちゃ眠くて頭を後ろにこうするとちょっと首が痛いんで。でもさ、ヨシケの肩に頭をこうしたら絶対ちょっとやらしいじゃん。ででもどうしようかな、ずっと悩んで、まあいいか、とりあえずやってみよう、疲れたからこうしようと思ってこうしたんだよね。それは どういうの。でももうなんかちょっと好きになってたね、その時は。そうなの。うん、俺はなんかもうその時は僕はもうその時は なんやこいつって思ったの、ちょっと若干。だって前の日の夜にそういう風に言われて、で俺は完全にもうそういうつもりはなかったし、もうほぼゼロっていうか、楽しんでいこうっていう、ただ友達やしって思ってこう座ってたのに、なんか急にこうやってきたから、あ、どっちなんみたいな、ちょっと待った、ちょっと俺こいつは俺を遊んどるんかなって思った、若干ちょっと俺、あーやばい、俺遊ばされとるなーって思って、いやーあかんあかんと思った、ちょっとまあ遊ばされてもいいやと思った。まあ別に遊ばされてもいいやと思って手を握ったから、まあ普通に覚えてる。うん、そうね。でも私はちょっと手を握った時にちょっとひょっとなと思った。本当やるかやるかやらんか、やるかやらんかずっと思ってて、手を握るか握らんかって。本当、いや、なんかなんか俺がアクションするか進化みたいな。そうそうそう、なんとなくそういう感じしてたじゃん、その時の様式の雰囲気が。あ、感じたか。こんな感じ。見えとったん。電車を1個ミスって、うん、もう1個ミスって帰ったね。そうね、結局新幹線使ったもんね。そう、結局新幹線で帰った。でもそんな感じでその旅行2日間は終わりました。伊豆から帰ってきて、でその後は陽介がアメリカに行かなきゃいけなかったですね。でそのアメリカに行く日も3日前ぐらいに会って、うん、でその日はティーナが旅行に行くつもりだったので、会えるなら最後の日だったので、うん、旅行に行く前にバスタシンク塾で会うか家で会うかみたいな聞かれて、ちょっともうこれ絶対出させんよ。その後の話はまあ結構きつ、あの厳しいんで1万回再生まで行ったらまあ話します、うん、ということで、なれそめ続編に終わりました。じゃあチャンネル登録と、コメントといいね忘れないでください。バイバイ。じゃあね。